ある日ですね、こう先頭を歩いていたアクセルはふと後ろに2人がいないことに気づきます。まあ合流するために道を引き返していくんですけども、行っても行っても仲間たちに出会うことができませんでした。まあ飲み水兼案内役のハンス川に沿って歩いているんだから絶対出会えるだろうと思った矢先、アクセルはですね、道の脇を流れる川がないことに気づいてしまいました。嘘だろ、どこかで分岐に気づかず脇道に入り込んでしまったということじゃないか。絶望したアクセルだったんですけど、分岐まで戻れたらまだ希望あるのだと一生懸命登っていくんですね。ところがそんなアクセルの希望を打ち砕くかのように行く手に壁が立ちはだかったんですね。絶望、地下深くにたった一人で迷路の中に迷い込んでしまった。仲間たちに見つけてもらうことも難しいし、絶対に他から助けは来ない。さらに追い打ちをかけるように持っていた照明器具まで壊れてしまったんですね。もう反響欄にあったアクセルは真っ暗な地下の道をもう叫びながら始まるんですね。もうこけたりぶつけたりして頭から血を流して、数時間走り回った後、力尽きたアクセルはですね、ついに気絶してしまったんですね。もう絶対助からないじゃんというところなんですけども、さすがは主人公、ここで奇跡的な幸運に見舞われます。目覚めたアクセルはですね、かすかに人の声が聞こえることに気づいたんですね。よく耳を澄ませると、それはリーデンブロック教授の声だったんです。しかしどうも近くにいるわけではなくて、天然のオーブン鏡効果が偶然生じて、この地点とリーデンブロック教授のいる場所でたまたま声がつながったのだってことが明らかになりました。声が届くまでの距離から逆算したお互いの距離は約7キロ。アクセルはですね、もうほとんど傾斜をこう滑るようにして下っていって、最後には垂直の穴に落ちてこう再び気を失ってしまいました。そして目覚めたアクセルはリーデンブロック教授とハンスに解放されていることに気づきました。よかった、助かった。アクセルはもちろん、リーデンブロック教授も、再会とアクセルの無事を喜んで、もういつになく優しい態度で接してくれたんですね。まあ、結局4日間も一人きりだったアクセルはですね、心身の疲れを癒すためにゆっくり眠ったんですね。そんな中、ふと目覚めた時、太陽の明るい光と波の音が聞こえたような気がしました。あれ、地上に戻ったのかな。ぼんやりした頭でそう考えるアクセル。しかし事実はそうではありませんでした。アクセルたちがたどり着いたのは地下の広大な空間、高さは何キロもあり、かつ何かしらの電気的作用によって明るく輝く、雲まである。言ってみれば仮初めの空のような状態だったんですね。で、沿岸には、巨大なキノコとか、古代の森林とかがあって、足元には絶滅した動物たちの骨がたくさん転がってたんですね。そしてなんとこの地下世界には広大な海まで広がっていたんです、まあ、ここに来て急にファンタジックな要素を呈してきたんですね。そしてリーデンブロック教授は言いました。この海を渡るぞ。どうやって渡るのか、さすがのリーデンブロック教授も船までは持ってきてません。しかし海水の作用で半ば化石化した木をこうロープでつなぎ合わせてイカダを作ることでこの問題を解決したんですね。さあ、地底の広大な海を渡る冒険の始まりです。幸い地底の濃密な空気による強い風を受けたイカダはすごいスピードで海の上を進んでいきました。まあ、陸上からはですね、生命が宿っていないように見えた海だったんですけども、巨大な藻が流れてきたりとか、イカダの上から釣り針をかけてみると、まあ、古代に絶滅した魚がたくさんかかったりしてたんですね。しかしここで第3の事件が起こりました。水深、水の深さを測ろうと思い立った、リーデンブロック教授がですね、ツルハシを結びつけたロープを海に垂らして引き上げたところ、ツルハシに何かで挟まれたような跡が残っていたんですね。よく見るとそれは何か巨大なワニのような生き物のものと思われる歯の跡だったんですね。恐竜や魚竜、そういった恐ろしい古代な怪恐竜や魚竜そういった恐ろしい古代の怪物が今なおこの海には生き残っているのだろうか。アクセルは不安に駆られることになりました。やがてその不安は現実のものとなってしまいます。イカダの上で眠っていたアクセルはものすごい揺れで目を覚ましました。何事かと思って見てみると、400メートルほど先に巨大生物の群れが見えたんですね。ワニとかクジラとかイルカのような怪物たちが泳いでいきました。反対側からですね、カメと巨大なヘビがやってきたんです。やがて怪物の群れは
イカダから200メートルほど離れた場所で戦い始めました。200メートル、もうめちゃくちゃ近い。近くでこんな怪物たちが戦ってる海の上でイカダでこう見てるなんて、もう心もとなさすぎる。しかし事実はさらに恐ろしいものだったんです。怪物の群れを見ていたディーレンブロック教授とハンスは気づきました。あれは群れ同士の戦いなんかじゃない、巨大な2頭の怪物同士の戦いだ。ワニやクジラ、イルカに見えたのは全長30メートルもある魚竜イクチオサウルス。カメとヘビに見えたのは首の長さだけで10メートルを超えるプレシオサウルスという首長竜だったんですね。まあ化石から推測されるサイズは実際にはいずれも最大で 3.5 メートル程度のようです。まあそれでも十分大きいですけどね。まあ地底旅行ではその10倍近いサイズで描かれているんですね。まあ、地底の海で生き残ったことで巨大化したということなのか分かりませんけども、まあ、おそらくは小説的な盛り上がりを狙った演出なんだと思います。この怪物たちの戦いはですね、長時間こう激しく続くんですね。ただついにイクチオサウルスが勝利を収め決着がつきました。そしてアクセルたちは強い追い風によって急いでこの戦いの場を逃れていったのでした。その後航海を続けた一行なんですけども、ここで第4の次元。大嵐に見舞われてしまいます。まあ地底のこの濃密な空気が膨大な電気を生み出して、いわゆるセントエルモの火、つまりはですね、悪天候時にこう静電気によって発生するとされているこう発光現象、光る現象まで起きたんですね。もう凄まじい雨、風、雷、もう髪の毛逆立って放電で光って見るほどの電気、やがて火の玉のようになった電気がアクセルたちに襲いかかるんですね。イカダに積んだ火薬に引火しないことになりながら必死に避けるアクセルたちだったんですけども、ついにこの火の玉が炸裂してアクセルは気を失ってしまいました。そして目が覚めてすぐに海岸の暗礁にぶつかってイカダは難破してしまいました。それでも地中海に匹敵しようかという大きさの海を無事乗り越えることができた。喜びに沸くアクセルたちだったんですが、ここで第5の事件が起きるんです。なんとコンパスの針が思っていたのとは反対方向を向いていたんです。どういうことか。そう、気づかない間に風向きが変わり、アクセルたちは元いた岸の方に押し流されてしまったということです。せっかく魚竜や首長竜の戦いや大嵐に巻き込まれながらもなんとかこの広い海を越えたと思っていたのに、全て振り出しに戻ってしまった。もう絶望です。しかしリーデンブロック教授は言いました。イカダに乗ろう。嘘だろ、またあの海を越えるのか。しかしアクセルもこうなってしまったリーデンブロック教授を止めることはできず、しぶしぶイカダに乗ろうとしました。するとリーデンブロック教授は今度はこう言いました。運命が私をこの海岸に打ち寄せたんだ。ここをよく調べないうちに出発するというわけにはいかんだろう。こうしてイカダを修理したりとか、荷物を整理したりしているハンスを残して、リーデンブロック教授とアクセルは探検に出かけていきました。しばらく歩いていくとですね、古代に絶滅した動物たちの骨が大量に転がる原っぱに出ました。そしてなんと人間の骨まで見つけることができたのです。これを見て喜び勇むリーデンブロック教授だったんですが、アクセルは別のことを考えていました。この地下世界はおそらくは地殻変動によって地上から沈み込んだ世界だ。ということはこの動物たちは骨になってからここに化石としてやってきたのだろうか、それとも海にいた魚竜や首長竜のようにこの地下世界に今でも生きているのだろうか。その疑問はですね、次に入った森の中で解消されることになります。森に分け入ったリーデンブロック教授とアクセルが目にしたのはマストドンという古代の象の仲間だったんですね。あのアウトドア用品メーカーで、まあ、マムートという会社があるんですけども、あのマストドンはですね、そこのロゴに描かれた象、まあ、マムートという象なんですけど、それの仲間です。さらにその近くにはなんとマストドンを飼育していると思われる人間の姿まであったんですね。その人間というのが、まあ、原始人の姿をしているんですが、身の丈3メートルを超える巨人だったんですね。魚竜や首長竜、また植物もそうだったんですけども、この地下世界では全てが巨大なんでしょうか。そして恐竜と同じ世界に人間が生きているという世界観、おそらくは地殻変動で沈み込んだのだとされている世界なんですが、どうやって異なる時代の生物たちが一緒に引きずり込まれたのか、いやそれとも独自に進化を遂げた結果たまたま地上の生物と似たような姿になったのか、それは分かりません。いずれにせよ
マストドンを制御できるような巨人に見つかって襲われでもしたらかなわないということで、アクセルはですね、リーデンブロック橋で引っ張って森を離れていきました。やっと海岸に戻ったアクセルはここで一つの重大な発見をします。そのきっかけは錆びついた一振りの探検でした。明らかな人工物、いやでもこの探検は鋼でできており、おそらく石器時代の段階にあると思われる先ほどのあの巨人がこんなものを持っているとは思えない。ということはこれは地上から来たものではないか。よく調べてみると、それは16世紀のスペインで貴族たちが使っていた探検だということが分かりました。16世紀、そして外から来た探検、ということはこれは地球の中心にたどり着いたというあのサクヌス専務が残したものではないか。大興奮のリーデンブロック教授が周辺を探し回ると、トンネルの入り口の岩にですね、半ば消えかかった文字でこのように刻まれていました。 AS、 つまりアルネ・サクヌス専務のイニシャルです。火口の穴に刻まれた名前に続いて2つ目の痕跡でした。もうこれを見た時、リーデンブロック教授だけではなくてアクセルまでが大興奮状態になりました。風で元いた側の岸に押し流されてしまったが、むしろ幸運だった。あの海を渡る必要なんかなかったんだ。サクヌス専務の印があったということは、このトンネルこそが次の道なのだ。運命が地球の中心に導いてくれているに違いない。地底の冒険に旅立ってから2ヶ月、ついにここまでたどり着いたんだ。ところがここで2人の熱に水を差すようなことが起きました。まあ起きたというか発見したんですね。調査のためにサクヌス専務のこのトンネルを進んでみると、なんと道は大きな岩で塞がれていたんです。もう憤慨する2人、ピッケルやツルハシで掘るのも難しい、ならば爆破してしまえという結論に至りました。そしてこれが第6の最後の事件につながるのです。幸いあの嵐でも持ってきた火薬は無事使える状態だったんですね。大量の火薬、同じくジュール・ベルヌの作品である月世界旅行でも、砲弾の発射に用いた綿火薬という強力な火薬を岩の周りに設置するんですね。そして導火線に火をつけた後、衝撃を避けるため急いでイカダで海に逃れました。ものすごい爆発、衝撃は海の上まで届きました。いやそれどころか一種の地震を引き起こし、海の水がトンネルに向かって押し寄せ激しく流れてきました。アクセルたちの乗るイカダもまた激流に巻き込まれ、ものすごい勢いで流されていくんですね。もうほとんどの荷物が流されてしまって、こんな激流に巻き込まれている、かろうじてイカダが転覆しないでいるのがわずかな救いだったんですね。もうダメかもしれない、そう思った時、急にイカダが止まりました。トンネルが行き止まりにたどり着いたんです。それだけでなく、リーデンブロック教授はあることに気づきました。このイカダ上に登っているぞ。このたどり着いた穴はですね、縦に長く続くタイプだったんですね。流れ込む水が水位を上げていって、それに乗ってイカダも上へ上へと登っていったんです。どうなるんだ、このまま助かるのか、それともどこかで押しつぶされてしまうんだろうか。期待と不安の入り混じった感情に襲われたアクセルはあることに気づきました。だんだんと気温が上がっていないだろうか。そしてイカダの下の水を見ると、それをもう煮えたぎる熱湯に変わっていたんですね。さらには地層がグラグラと揺れているのが見えて、手元のコンパスはくるっとようにぐるぐるっと回転しています。おじさん、これは地震の兆候です。もうダメかもしれません。いやアクセル、これは噴火の兆候だ。もうどっちにしてもヤバそう。地底にいる状態で地震など起きようものなら押しつぶされるのは確実だし、噴火なら焼け死んだり吹き飛ばされて死んでしまう可能性が高い。しかしリーデンブロック教授は奇妙なほど冷静でした。これで助かるかもしれない。やがて上昇が一時的に止まって、またしばらくするとこう上昇を始めるということが繰り返された時、リーデンブロック教授は言いました。これは間欠性の火山噴火だ。要するに間欠性のようにこう断続的に定期的に噴火が起きるタイプの火山です。そしていよいよその時がやってきました。もうアクセルには何が何だかわからないうちに、3人は火山噴火によって火口から打ち上げられていきました。目を覚ましたアクセルは自分が日光の降り注ぐ山の上にいることに気づきました。2ヶ月ぶりの懐かしい太陽、しかしそこはアクセルの予想したアイスランドとは似ても似つかない土地だったんですね。まあ、激流に乗ってコンパスが指す北に向かって進んでいたはずの冒険、そのためアクセルはアイスランドに戻るんだろうと思ってたんですね。
ところがそこはどう見ても温暖な南国の地だったんですね。ということはコンパスが間違った方向を指していたということだろうか。ここはどこなんだ。二つ目の疑問、ここがどこかということはすぐに明らかになりました。麓まで降りた3人はですね、現地の子供を半ば無理やり捕まえて場所を聞き出したんですね。子供は言いました。ストロンボリ。ストロンボリっていうとディズニー版のピノキオに登場する人形劇団の親方を、僕は思い浮かべてしまうんですけども、ここで言うストロンボリはイタリアのティレニア海シチリア島のすぐ近くに浮かぶ、火山島の、ストロンボリ島です。アクセルたち3人はですね、なんとスネッフェルス山から地底世界に入って、ストロンボリ島の火山から帰ってくるという水平方向の距離だけでは4800キロに及ぶ大冒険をしたわけです。そこからですね、ナンパした船から生き延びた3人というふりをして、ストロンボリ島の漁師たちに助けられて、9月9日にはハンブルクの家に帰り着きました。最初ハンブルクを出発したのが5月28日、地底に乗り出したのが6月28日、そして火山の噴火によって、地上に舞い戻ったのが8月27日。出発からは約3ヶ月、地底に潜ってからは約2ヶ月の後、ついに家に帰り着いたんでした。まあ、ちなみにストロンボリ島で、この地底旅行のことを話さなかったのは、下手に話すと地獄から来た悪魔だと思われかねなかったからだそうです。まあ、確かに迷信深い人ならそう思っても不思議ではないですよね。ハンブルクの家に着いた3人を待っていたのは、アクセルの恋人にして、リーデンブロック教授の幼女グラウベンと召使い、そしてもう称賛の嵐でした。秘密裏に出発したリーデンブロック教授だったんですが、召使いがですね、周りにペラペラと喋ってしまって、もうものすごい話題になってたんです。リーデンブロック教授が地底世界に旅立った？地球の中心を目指してるだって？もう今だったら Twitter とか YouTube とかもうすごいことになってそうですよね。この称賛の嵐に対して、リーデンブロック教授はですね、冒険中に得た様々な経験談を語った上で、地球の中心にたどり着けなかったことにもう遺憾の意を示したので、偉大なだけでなく謙虚であるとさらに評価されるようになりました。一方でリーデンブロック教授は批判の声にもさらされるんですね。地球の中心が冷えていて地底世界が広がってるだ、そんな馬鹿げた話があるか、こういうわけですね。まあリーデンブロック教授はこうした批判にこう果敢に立ち向かっていくんですけども、実はアクセル自身が密かに未だマントルの存在を信じてたんですね。あの地底世界があったこと、我々の旅路においては中心に行くに従って熱くなるということはなかったこと、これは認めざるを得ない。だけどそれは何らかの自然現象で特殊な環境になっていた、そういうことではないだろうか。さあ、称賛と批判の中でこう忙しくしてたリーデンブロック教授なんですけども、一つ気がかりなことがあったんですね。我々は北に向かっていると思っていたが、実は南に向かっていた。ということは地底の海でも元の側に押し戻されたんではなく正しく渡っていたのだろう。ならばなぜコンパスは逆方向を示していたのだろうか。リーデンブロック教授を苦しめたこの疑問だったんですが、ひょんなことから一気に解決しました。ある日ですね、何気なくコンパスを眺めていたアクセルは針が南を指していることに気づいたんですね。そうか、嵐の日にイカダの周りを飛び回っていたあの電気の火の玉、あれがコンパスの磁力を狂わせてしまったのだ。こうして疑問を解決したリーデンブロック教授たちには、それと前後して、別れと出会いがありました。まずは別れ。ずっとガイドとして冒険に同行し、まあ、もう少しこう自己主張が強ければ主人公を張れたんじゃないかっていうぐらい何でもできる有能な男、ハンスがですねアイスランドに帰ってしまったんですね。まあハンスも故郷に家族とか友人がいるでしょうから帰るのは当たり前なんですけども、まあ、今みたいにこう気軽に連絡を取り合うことのできない時代ではまあ寂しいだろうなと。ましてやこう何とも命を救って無事に地上まで戻る立役者というのを言うべき仲間であればもうなおのことだと思います。そして出会い、まあこれは出会いというよりは新たな関係と言うべきなんでしょうけども、あの冒険から無事に帰ってきたアクセルはですね、かねてより愛し合っていた恋人グラウメンとついに結婚したのでした。そしてここでジュールベルヌの地底旅行は幕を閉じます。月世界旅行に続き、今回もまた波乱万丈、壮大な物語でした。まあ物語の主人公、アクセルが執筆したというこの、設定のこの地底旅行はですね、出版は1864年、まあ、ベルヌのデビュー作、気球に乗って5週間に続く、科学冒険小説の第2弾です。
ジュール・ベルヌはですね、この自身の作品に科学的な合理性を追求するという特徴があるんですけども、その意味ではこの地底旅行というのは、異色の作品と言えるんですね。この作品の大前提となっている、地球の中心にはマントルなどなく中心は冷えているという説なんですけども、現代の科学、いやジュール・ペルヌの生きた19世紀当時の科学でも決して知るではなかったんですね。それでもあえて地底世界を描いたのは太古の地球を描き出すための、装置として地底の空間が必要だったからだと言われているんですね。今回の解説ではほぼ省いてしまったんですが、旅の途中で、リーデンブロック教授とかアクセルがですね、各年代の地層をこう遡っていくような描写があるんですね。そしてこの地層を通り抜けた先に太古の姿を留めた地底世界が広がっている。これは一種のタイムスリップを描いたのではないかとも言われています。その一方で、恐竜や原始人が息づく世界というファンタジックな一面はあるものの、今回本筋にはかからないので、省いてしまったんですが、前半部分ではアイスランドの地理とか、後半ではですね、地層とか、古生物学の説明を随所に盛り込んで、かつ地球空洞冷却説にもある程度の科学的根拠を入れた上で、アクセルに我々の冒険で辿った道はある特殊な条件下で偶然できた空間であり、地球の中心にマントルが存在することを否定するものではないと語らせることで、非科学的な物語になってしまうことを防いでいるのは、やはりベルヌらしいなと思います。さあ今後ディズニーシーでセンターオブジアウスに乗る際には、今回の指定旅行を思い出して、もし忘れてしまったらまた見返していただけたら嬉しいです。今回の動画面白いと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。